はい、西教授です。英文読解入門講義第29回ですね。で、今回も、動詞一つ、ゲットの用法に絞っていきます。テキストで言うと、まあ、56ページなんですけども、まあ、ゲットの用法は例文の3ですね。ここに当たります。で、これも今回は、レッド1回、メイク1回、ゲット1回。ということで、まあ、テキストの例文じゃない例文を使いながら、まあ、ゲットの用法を少し確認していきましょう。で、もともとゲットっていうのは、外から何か来て受け取るという感じ。まあ、殴られるんだったらゲットパンチ。外から来て受け取るというのが基本なんだけども、まあ、いろんな派生の仕方があって。で、一つは自動詞で、ゲット、場所、副詞で到着するっていうのがあります。私は昨日ロンドンに着いた。これは問題ないですね。で、SVC の場合は C は形容しか過去分詞が来ます。一般的な SVC ってさ、C は名詞の可能性もあったけども、get の場合はありません。基本形容しか分詞。分詞もほぼ過去分詞です。で、状態の変化ですね。これは状態の変化。これは基本です。実は今回やりたいのが SVOC の get だけども、SVOC の get は基本的には変化を表しています。何か受け取ったら変化しますよね。まあ、そこから来るわけだけどね。で、It's getting warmer day by day. Day by day っていうのは日に日に。この場合は差を表していて、1日。また1日と差がついていく。日に日に暖かくなっていく。なってきてるね。まあ、It は天候とか気候とかだったら It 使うんだけどね。で、It's cold, 寒いねとかね。日々暖かくなってきている。で、Get sick, get angry, get drunk.get married. まあ、病気な状態になる、怒ってる状態になる、怒る、ジャンク、酔っ払ってる状態になる、酔っ払う、結婚してる状態になる、結婚する。という話です。まあ、なぜか、get happy は言わないんだけどね。get angry は言うんだけどね。まあ、それはまあ、言わないと思っておけばいいでしょう。で、SVO の場合は、まあ、O を受け取る、得るわけだね。I got a birthday present from my wife. まあ、妻から誕生プレゼントを受け取った。で、受け取るって言ったら人が主語かなっていうふうに思うかもしれないんだけど、そうとは限らずに、The room gets much sunshine. この部屋は、日当たりがいい。つまり、多くの日当たり。この部屋は受け取ってるよね。で、SVO になった場合は、O1 に O2 を連れてくるとか持ってくるとか、買ってあげるとか。そういうことだね。Could I get you something to drink?何か飲み物を持ってきましょうか。あなたに飲み物を私が持ってくるわけだね。で、似てるけど、I couldn't get her to drink. これは違うよ。これは次にある VOC で、彼女が、まあ、酒を飲む、そんな風には変化させられなかった。させられなかった。get 人 to do は、人に to するように変化させる。あくまでもこの変化が基本なんだよ。で、これとは形違う。これは SVOO だから、ね。この to drink はこうかかると。to 不定詞の形容詞用法でしたね。I'll get you a taxi. タクシー呼んできてあげるよ。まあもちろん get a taxi for you にもできますね。She got me a camera. 彼女は私にカメラを買ってくれた。get a camera for me も言えますね。もちろんこの違いっていうのは、私にっていうことが言いたいことか。ね、誰に、私にが言いたいか。何を、カメラをが言いたいか。だというのもやりましたね。これちょっと復習してるんですよ。まあ、動詞の型を覚えようのも最終段階に入りましたから。まあ今 SVO 詞をやりながら、まあ SVC とか SVO とか SVO の復習も兼ねてると思ってください。そしてここから SVOC です。ここからが get を使った SVOC の形ですね。で、大きく分けると2つありますが、O を C の状態にさせる。状態に変化させる。まあ、C は形容詞か分詞です。He got his hands warm. 手を温かくしたわけだね。両手を温かい状態に変化させたわけだ。手を温めた。
He got everyone excited. みんなが興奮している。こんな状態に彼は変化させたんだね。彼はみんなを興奮させた。もう大谷翔平みんなドキドキみたいなやつだ。次は I got a machine running。これ機械が running、機械とか動いてるとき running ね、running な状態に変化させたっていうことだから、機械を始動した。始動ってわかるかな？始動させた。止まってる状態からランニング状態に変化させたんだよ。Your article got me thinking. あなたの記事は私が考えている状態に変化させたわけだ。あなたの記事を読んで私は考えました。無生物集合の話もやったことあるね。あなたの記事を読んで原因で私も考えました。考え始めました。変化だね。I'll get the work finished by this evening. もうこの仕事を今晩までには、日が沈むまでには終えよう。仕事が終えられてしまう。そういう状態に変化させようと。完了状態に変化させようと。こういう話だ。すべて O を C の状態に変化させる。これが VOC ね。で、この C が2不定詞の場合は状態じゃないからね。する。だからちょっと分けてみた。これ O が、何しようか。O が C する。ここで一文 SVOC で一文だからね。O が C する。この場合の音声は O is C が成立するよね。こっち上側ね。で、O が C する。そんな風に変化させる。この時 C は2不定詞になります。We'll get him to go with us. 彼に私たちと一緒に行くようにさせようと。行かせようと。で、この場合やっぱりね、メイクとかだったらこれ to なかったじゃん。なんでこれ to つけるようになっちゃったんだろうって言うと、やっぱり距離感はあるんだろうね。to そっちの方へっていう距離感がある。その分だけ説得してとか、ちょっと頑張ってとか、っていうような距離感。まあ努力とか説得とか。こういうのが間に挟まるんだろうな。間に挟まる。間に挟まる分だけ、まあ、ちょっと間を置いたっていう感じで考えてくれればいいと思う。で、テキストは、They got their daughter to marry the old king. ひどい話だな。彼らは自分の娘が年取った王様と結婚する。そんな風にさせた。娘を年取った王と結婚させた。ね。まあ、お父様のためだよとか。みんなのためだよとか、村人のためだよとか言いながら説得して結婚するように変化させたんだね。I couldn't get him to stop smoking. 彼が禁煙するようにはさせられなかった。これなんかちょっと頑張ってみたんだろうね。でも彼が禁煙するように変化することはさせられなかった。I cannot get the door to lock.この人とは限らないよ。ドアが、鍵がかかる。そんな風にはさせられない。ちょっと頑張ってみてんだけど、ドアを試乗できないですよ。施錠か。できないですよ。って、そういう感じだ。ということで、まあ、SVOC のゲットは全部、O が C の状態に変、C の状態に変化する。O が C するように変化する。という感じで、まあ、変化。O から C への変化。これが基本でしたと。で、メイクと違うのは、まあ、ここ、to が入るところがメイクを C、メイクヒムゴーとはちょっと違うよ。っていうところは押さえておきたいという話です。いいですか？今回3回かけて例題の19、まあ、let、make、get と、まあ、1回ずつかけてやってきましたが、まあ、こういう基本動詞をかなり丁寧に押さえておくこと。
とか文の形を動詞の形をもう一遍確認しておくことっていうのは重要なので、まあ、しっかり見直しておいてください。それでまあテキストの記述を見ると、まあ、今やったことの中に一部だからね、テキストに出てるの。でこっちの方が全部だからね、まあ、しっかりと分かるんじゃないかなというふうに思います。ではしっかりと見直してください。じゃあね、See you, bye bye.